すごいですよ、畑が。うわー、すげー、まあ、これが畑で太らした。これすごいですね。畑ってこんな太くなるんですか。これが畑で40年、40年。今川口市安行の孔明さんにお邪魔してます。こんにちは。オビツで、オビツと申します。オビツさんです、はい、ちょっと孔明さんの、まあ、園の様子というか案内していただくと。この辺は大きいもの。そうですね、まあ、うちは基本的には盆栽の生産で種木販売をしているんですけども、はい、扱うものは特に限定はしてなくて、うん、注文があればこういう大きいものも扱いますし、こんな樹種でも扱いますし、まあ、何でもやって言えば何でもやるんですけどね。その種まいた1年目の未生苗も商品として扱ってますし、はい、古い盆栽の形に出来上がったものも扱いますし、こんなものからこんなものまで、うん、そうですね、リクエストでそれに応じて商品を集めたり、うんうん、あとは今は映像の媒体でやり取りができるので、はい、まあ、こんなのがありますよとかっていうんで荷を探して集めて紹介してみたりとか。で、一般の方も、はい、まあ、入ってみて。もちろん基本的に卸なので、上の形態は値段を一つ一つついてなかったりとか、うんうん、苗木なんでね、春と秋でも値段が違うんですよ。なるほど。なかなか一般小売屋さんみたいな感じにはなってないですけども、いじって遊んだり、これから自分でも作ってみたいとか、うんうん、自分でこう加工したいとか、一つの枝が足りないのでこれに足したいとか、うん、そういう人なんかが苗木を買いに来たり。なるほど。その材料とかね、た方が遊びに来られて、自分でこれから作っていきたい種木を探しに来られる方が多いですね。これを見た皆さんも、まあ、来れると。そうですね。で、あとはまあ普通に盆栽教室の材料だとかそういうのも扱ってますので、はい、なるほど。もしかしたらどこかの教室で、使った材料があるかもしれない、かもしれない、うん、同じようなものが全並んでますけど、こういったものがやっぱり生産なので、はい、1種目がちょっと量的に大量に生産をしてます、うん、金華山ガマズミという商品ですね。ガマズミ世界中にあるんですけど、はい、世界の中で一番葉っぱの細かい種類、うん、日本の金華山に自生しているタイプですね。苗木のうちに曲げ込んでおいて、はい、今ちょっと太らしてる途中なので、うんうんうん、剪定は年に1回これからやるだけです。で、骨格ができたらそこからは今度は細かく何回もつまみ込んで、はいはい、枝を古く作っていく、まだ最初の骨格作り、ね、なるほど。まあ、こんなようにいろんなものを骨格でできたところから、これから盆栽を古く作っていくための材料とか、ね、材料ですね。こういう病気なんかもそうですね。あ、うん、で、根が悪ければ取り木をする人もいますし、バランスが悪ければ高さ調整をするとかね、はいはいはい、いろいろここからすごくいい盆栽にしていくためのそう本当の初歩の段階のもうを生産して、生産してるとね、こういう段階からその次のこの段階へとか、だいたいこのぐらいの時にうちからは手が離れていくんですけど、でも基礎を作ってるっていうような、はい、獅子頭なんですけど、ちょっと畑に何年か入れて太みを作った後に、うんうん、もうだいたい5年ぐらい枝をちょこ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 作ってますね、はい、こうやってで将来的にはこの辺で取り木をして小さい盆栽、はい、ですから今この辺はあまり将来のイメージはしてないです。もうここで取り木をするためで、この辺は継ぎ木で、はい、こういう木でね、あとは細かくしてこういう木でこんなちっちゃく取ってみるとか、うんうんうん、まあその辺はいろいろなんですけど、こういう作業をしてる。多分今パーパーパーって見た中で、はい、視聴者さんで気づいてる方もいると思うんですけど、はい、矢島園さんので作ってるものも結構あるんですよね。そうですね。で、その本当の元となる素材ですよね。そうですね。だからここへ来てこれ買えば矢島園さんの作業が真似できるっていうのはあるかもしれない。はい、また取り方の上手下手は別として、そうですね、やればできますね。テクニックがやっぱり必要なんですね、はい、1曲目をつけただけで太らして一度ここで立て替えてはあるんですけど、今太らすために伸ばしてて、はい、この木はいずれ今こう頭伸ばしてますけど、場合によってはこれは使わずに
もう一度ここで切って、はい、この辺の芽を頭に使って、うんうんうん、こう小さい一曲のクリッとした盆栽を作る、作ることも可能ですね、はい、出来栄えによってちょっとだいぶ感じますけど、うんうん、こういう木なんかが将来枝作りをしていって、今はまだ本当に骨格でここを頭に使うか、はい、逆にここを取ってしまってこれを頭にするとか、うんうんうん、まだこれはこれからどんどん木の成長の具合によって変わっていきますね。これ今年の冬仕事するんですけど、はい、まあ、私ならこれを取ってしまって、うん、ここでこれを頭で作ってね、そうするとこうぐるっとして一曲あって、でこういう枝がもし吹かなければこういうところに枝を足して、うん、こんな小さいミニの盆栽をするための材料ですかね。なるほど、すごいですよ畑が。なかなかこんなにね広く育ててるところって少ないと思う、ね、まあ、どうしても若木なので、はい、まあ、単価が安い分野でもあるので、うん、はい、ある程度数をやらないと、うん、商売としては1個単価が安いんで数やらないと成り立たない、ね、なるほど。普通に心拍がこういうふうに挿し木をしたやつが、はい、分かるかな、こういった形で針金かけてこの段階から針金をほどいた後に向こうにある段階とか畑でちょっと形を変えて分陣帳にしてみたりとか、畑に何年か入れて今まだこう区画ができたばっかりなんですけど、いやー太い太いな、太い、ね、すごい。ここから皮を剥いたりなんかして盆栽を作っていくんですけども、こういった材料をよくお客さんが探しに、いや欲しい欲しい、まあ、それぞれ将来の出来によって曲げ方がこういう小さく、ちょっと小さく作るにはこういう細かい曲げ方、はいはいはい、ちょっと大きめに太くするにはちょっとこういう大っぷりな曲げ方とか、まあその将来の設計図に応じた曲げ方をしてるんですけど、はい、まあ、この辺がよくお客さんは遊びに来て、まあ、そうですよね。うわー、すげえ、まあ、畑で太らしたこれすごいですね。畑ってこんな太くなるんですか。そうですね、これがねさっきの苗木みたいのを入れて、はい、畑に3年から4年3年から4年でこんなになるの。でこのぐらいになって、すごで、まあ鉢でずっと作るパターンもあるんですけど、はいはい、曲げたやつを鉢で今太らしてるのはこういうタイプですね。あ、全然でも太さ違いますね、年数的にはさほど変わらないんですけど、でこれでいっぺんに即席でバッと太らしちゃうと、はい、幹も柔らかいのでシャリにした時に腐りやすくなるので、少しこう板幹に山鳥風に作っていくにはこういう鉢で少しずつ太らせながら、もうあと 1,2 年したら皮を剥き始めて、ちょっとこの先のね出来上がったやつが今年たまたま全部売れちゃったので。あ、そうですか。今ないんですけど、まあ、そういった風にするね。ちなみにこの太いやつを、はい、例えば鉢で 2,3 年置いても、はい、この幹は硬くならないですか。ならないです。もう、はあ、いや、1年でガーッと太った部分は柔らかいまんまで、はい、なるほど。そっから先鉢に入れて少しずつ太った分は硬いんですけど、まあ、天然と養殖の違いみたいな感じなんですかね。あのどうしても早く太ると中の繊維質が締まってないスカスカになっちゃう、山鳥の100年とか200年とかした心拍のシャリが枯れずにカチカチでカンカン、はいはい、石のように硬いのは1年に 0. 何ミリずつ100年もかけて10センチとか、なるほど、そういう育ち方をしてるんで硬いんで、そうかそうか、あの太さを畑で作ろうと思えば10年ぐらいあればできちゃうんですよ。へ、太さだけならね、はいはいはい、でもそれだと本当に皮を剥いて、うんうん、それこそ10年ぐらいでできたものは10年ぐらいすれば腐っちゃう、ね、なるほど。逆にああいうカリンあの辺でちょっと剪定したのもありますけど、はー、去年畑から掘ったんです畑すげえ。これが畑で40年。40年、ただズドンって植えただと電柱みたいになっちゃうのを、はい、毎年伸ばしては切り伸ばしては切りしながら、うんうん、ゴチゴチゴチして40年。これは盆栽になるんですか。
これはたまたま針金かけてないですけど、はい、つまみ込みって言ってこちこち枝を作るタイプのやり方ですけど、はい、これを盆栽にしていくんです。これからずいぶんでっかい盆栽ですね。でもそうですね、この辺はだいたい出来上がれば大型盆栽。大型盆栽、はい、こっちは畑ですか。畑ですね。これさっきのような骨格作りを、まあ、この辺はイチョウで、イチョウ漬けをしたイチョウを畑に植えてこれから太らす。へー、楓で、楓あの辺が梅です。梅ちょっと大型の盆栽用の一本目は植木ですね。バーッと伸ばしてあれをまた今度はもうほとんど枝がない状態まで切り込んで、あとやっぱり鉢で持ってて、はい、元気がなくなったり、はい、半分枯れたりとかで、うん、あのどうしても崩れる樹形が崩れたものなんかは、はいはい、鉢だとなかなか復活しないので、はい、畑に植えてあの辺の奥にあるようなやつは鉢で調子悪くなったやつを植えてまた 2,3 年して元気になって鉢に戻してっていうそういう作業。これはキャベツ。キャベツはね、あまり盆栽にするとあんまり美味しくないすごい面白いな畑。獅子頭で、まあ、これは曲をつけて畑に下ろしたタイプですね。1年伸びたこの枝をこれから年明けたらこう1回剪定をしてこう切り込んで、はいはい、でまた来年このように伸びてって何年か繰り返して思ったようなあのちょうどいい太さまで太らして、はい、で鉢にあげてそこから今度は細かい枝作りを先ほどあの取り切りする前のやつみたいに、はいはいはい、畑ではどうしても枝が荒っぽくしかできないので、はいはい、切り込みながら骨格だけを作ってでここから先鉢にあげてから小枝をきちんと作ったり、これは曲をつけた苗木を入れて全体的に作っちゃうタイプですね。でさっきのあちらで見たやつは、あ、そうですね。こっちの方がイメージ近い。こういったやつを土に上げて、はい、最初のこの太いところはもう本当に極端に短くしちゃって、はい、ここから細かい枝をちょこちょこっと作って、で出来上がったのが先ほどこの鉢に上がってみたタイプですね。で、しおれ的にこういうところで取り木をして、なるほど。っていうのをこう作るんですけど、これを鉢でこの太さを作ろうと思うと、シガシラなんかの場合は5倍年数かかる。5倍。面白い。いや広いな。さっきのシシガシラより1年若い。今年畑に植えた同じタイプですけど、植える時期とかあるんですか。春先ですね。春先、ね。ですからさっきの小さいやつもこうやって作るんですけど。これまだ1年目なのでただの一本棒じゃないですか、はいはい、これをこの辺でプツンと切るんですよ。この辺で切っちゃってでここからまた芽を出させて、はいはい、でまたそれをプツンと切ってで繰り返していくとさっきのようなずんぐりした木。だまだこの辺だと全然ただの一本棒ですよね。こういうのもここで切ってここで切ってちょっと相関風にするとか、なるほど、こういう苗から一本棒から毎年切り込むことによって、うん、団子状態のゴチゴチした芽の詰まった、うんうん、太いけど小さくて芽の詰まったような木ができる。なるほど、面白。なかなかこの辺は生産農家じゃないとやらない作業、うん、そうですよね。この辺は出生場で、出生場この辺が生源、生源、生害、生害、もみじ、もみじ、赤いもみじね。でまあ、継ぎ木苗なんですけど、はい、まあ、この辺で腰が高ければ取り木をするとか、うんうんうん、でこう作るやつですね。で こっちは紅チゴ、作りは同じですけど種類が多少違う。なるほど。この辺がリンゴ、姫リンゴ、いろいろ何種類か、姫コッコ、姫リンゴ、冬あかり、冬あかりじゃない、長寿紅とかそういうの、はいはい、いろいろこういうものを作るためのこれが苗木ですね。苗木、接ぎ木をする台木であったり、はいはい、これからやるこうイチョウの、はあ、なんかリンゴの台木、なんか梅の台木、これにいろんな品種を継いだり、このまんま小さく切り込んでつまみ込んで、はい、このまんま作る場合もあるし、こういった苗木作りからやってますね。すごい。
花が今年の冬、うん、春か、来春掘る予定の年数の同じ獅子頭、ね、これがさっきと同じように作っていて、これを来春鉢にあげて、はい、何年かつまみ込むとさっきの鉢に上がってた木になる、これが今年掘る予定の。いや、手間かかってますね。やっぱりそうですね、ここまでするのに結構年数が。心拍がさっき 畑で太らした心拍の2年若い木ですかね、はい、2年若い。